どうも、アキです。プロスピエースやっていきます。はい、ということで、かなりギリギリにはなってしまったのですが、こちら、スターロードの累計報酬を回収し終えたので、S ランク契約書を使っていきたいと思います。はい、なんだかんだ、投手、野手、7人、8人クリアぐらいって累計回収できた感じでしたかね。はい、ではやっていきましょう。もう早速使います。いやーでもいいですね。本当にこうやって累計報酬でちゃんと S ランク契約書があるイベントはいいなと思いました。ほぼ自然回復だけでもできたんじゃないかな。はい、ちょっと時間が取れなくて僕はいくつかエナジー割ったんですけど、しっかり走ってれば自然の分だけでいけたと思います。さあ、ということで結果誰が出るのか。さあ来い、山田哲人。おー、南。ちょっと見てみましょう。オーダー。ん?ちょっと見ますね。す。もうボックスいっぱいだったのか、まさか。いや、ありますね。ボックスいっぱいじゃないと。一覧。あ、こっちで見た方がいいか。メニュー。選手名鑑。ロッテ。よし、けどロッテいいぞ。あ、ロッテめっちゃ嬉しい。そうだ。僕、この間も言ってたんですけど、ロッテの選手めっちゃ欲しかったんですよ。特に投手で獲得できると、非常にありがたくて。中継ぎ適正 S あるよね、もちろん。よし!いや、めっちゃよかった!これめっちゃよかった!ちょっとね、理由を説明させていただきたいと思います。今の僕のリーグオーダー、こんな感じなんですけど、見ていただいたらですね、わかる通り、ロッテの選手が、ここ、投手中継ぎの大谷投手しかいないんですよ。で、これももちろん2016シリーズ1の選手ということで、まあ少しね、スピリッツが落ちていたっていうところで、わあ、これ、大谷投手、もうそろそろ、のけたいけれども、のけちゃうと、残念ながら、例えばこれ適当に書いてみますね。コンボ変更確認。これ、12球団の共演がね、なくなっちゃうんで、わあ、これやだなと、どうしようかなと。もうむしろこの枠なんかロッテの選手引けないかなと思っていたら、ちょうどですよ。はい、ちょうどこれ変えればいいんだ。南投手とね。いやあ、これはいい引きでしたね。ピンポイントでかなり、いい引きができたなと、思います。よっしゃ!ということでね、早くレベル上げて使っていきたいなと思います。一応最近ね、またコンボのこれ、特訓レベル8以上持ってきたので、まあまた次特訓大成功の期間が来れば、もう一気にね、メンツ変えたいなと思ってます。はい。どんどんシリーズ2の選手入れ込んでいきたいなと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんの出た選手とかぜひコメント欄の方に書いていってください。プロスピの動画楽しみにしてるよっていう方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。